はい、ではね、早速やっていきたいんですけれども、まあ、エリック・クラプトンってね、もちろんあのブルースを聴いてギターを始めた人なので、まあ、ブルースの影響がすごく大きい人だと思います。特にリードプレイはね、B.B. キングやフレディ・キング、あとバディ・ガイの影響がね、結構大きい演奏スタイルだと思います。まあ、なんでね、ちょっと、彼の特徴みたいなのをね、少しやっていきたいんですけれども、まあ、使ってるね、音使い自体はもうペンタトニックスケールがほぼ8割で、それにたまにあのポップスの曲やるときにあの音を2、3足して、まあ、2、3足しちゃ全部ですね音1個足したり2個足したりとかして、あのメジャースケールみたいな感じで弾いたりね、ドリアンスケールみたいな感じで弾いたりはしてますけども、まあ、基本的にはマイナーペンタトニック、メジャーペンタトニック、のまあ、ロックの基本ですけれども、そういう、音使いですねをしています。はい、ね、じゃあね、ここでエリック・クラプトンのペンタトニックのね、使い方がよくわかるフレーズをね、一つ紹介していきたいと思いますが、こんなフレーズになってます。久しぶりじゃない方の指を通るときにこういう動きをよくやります。ね、そこはやんないかな、ここだけですね、まあ、こっちでもやるんで、まあ、3弦から6弦ではよくやります。ここでもやることありますね。感じだと思います。なんでいろんなところでやってます。
別のポジションでね。出していくとね、すごくエリック・クラプトンっぽい、演奏になると思います。まあ、エリック・クラプトン5法のね、一つだと思っていいと思います。で、多分ね、それだけだとね、あんまりクラプトンっぽくないじゃんと思われるかもしれないんだけど、ここから続いていくんですね。ペンタトニックで弾いてる時っていうのはそういう動きが異常に出てくるので、まあチョーキングあるいはさっきの、なんていうのかな、ハンマーオンとプリングオフの技、よくそっちもエリック・クラプトンがやってるんですが、そういうのとね組み合わせて、使うとかなりクラプトンっぽくなると思います。で、まあ次のビデオでねまたその別のね語法を紹介していきますんで、まあねこれだけじゃなくて、他のビデオも見ていただいて、組み合わせてやってみてください。